<music> こんにちは。こんにちは。今日のデイリーユニークはホルモン打つより筋トレで愛する人を守れです。高木とさんよろしくお願いします。筋トレでかなり男になれます。そうなんですか。 あの自分もホルモンを打ってた時期があるんですよ18ヶ月 2>,、はい、2週間に1回エナルモンデポ1 2 5ミリ打ってました、はいでまあいろいろとちょっと体に障害ができ出てきたので、まあ、不都合が出てきたので、まあ、これは副作用だなと判断できたしやめたんですよ、はい、なのでホルモンを打ったら どういうふうに体が変わっていくのかなっていうのを自分自身で追いかけてみたんですね。確かに変わっていきます。こう筋肉が硬くムキムキって感じになってきます。で、ホルモンを打つのをやめて、19日ぐらいしたあたりで、ホルモン体から抜けたなっていうのが分かった日があったんですよ。その時に何を感じたか。もう階段上がるのもなんかちょっとしんどかったんですよ。だって今までその、 持ってる筋肉量でこう上がるっていうことを電気信号体の脳みそが指令出してるから今までの指令だとその筋肉がちゃんと動いてくれないわけですよ、うん。ですごい重く感じるその筋肉量としては十分あるんだけども指令とちょっとちぐはぐなというかで体がすごい上がりにくい階段上がりにくかったり感じたんですけど何が一番しんどかったかってあの時ですよ。 何の時ですかあれですよあれですがな愛する人をグッと抱き寄せて,てグイグイってあの動きが本当にできなくなったんですこの役立たず本当にそんな感じでしたね <laughs> でそれで思ったのはあ男性がなんで筋肉を持っているのかっていうとあ子孫繁栄のためなんだって思いましたもう無理って言ってましたよね うん、もうごめん今日ここで無理みたいな、うん、そうなんですよあの頃思い出します今はそうでもないけどあのホルモンやめた直後体が少しずつこう筋肉筋量が落ちていくというかまあ柔らかくなってきます女,女子みたいな感じでや,やわやわになってくるわけですよなんか男の人の筋肉ってなんか硬くて太いっていう印象が一本一本の繊維が硬くて太いっていう感じがあったんですね 多分筋繊維の量としては同じなんだけども多分ですけど太さと硬さが違うって感じがしました太さと力強さがパワーがうん、うん、でで、あのー、少しずつホルモンが抜けていくにつれ一つ一つの筋繊維が弱く細くなっていく感じがしたんですよねまあ大変、うん、それでこうあなんかセックスもまともにできないって感じで 特に腹筋がすっごくセックスに関係しているんだなっていうことがよく分かりましたこの役立たず <laughs> また言われた <laughs> まあそれで、えー、と何ですか何が言いたかったんですかねあの大事なのはじゃあホルモン打ったら筋,筋量が上がるのかって思うじゃないですかそれはもう実は間違いで運動しなかったらホルモン打ってても男性ホルモン打ってても そんんななに筋肉って変わらないんですよ対してホルモンだけだったらってことですかそうそうでホルモン打ちながら筋トレするとムキムキムキってどんどん筋肉ついていくわけですようん、うん、でじゃあホルモンやめましたじゃあどうなるのかって言ったら、まあ、そのままほっといたらどんどんこう筋,筋肉っていうのが下がってくる落ちてくるんだけどもちゃんと筋トレしてやればそのホルモン打つよりもしっかりと筋肉をつけることができますだから 筋肉をバリバリリにつけてかっこよくくししたい男らしく見せたいい男ら見せだから男性ホルモンの力も借りるっていう考えの人がもしいるならばホルモンは別に打たなくっても筋肉つくんで筋肉で筋肉つけて体的な肉体美っていうのを目指してほしいなって思うわけですなるほど筋トレをしばらく一時の間頑張ってましたねホルモンやめてから。 ハードなのを結構やられれてましたけれども確かにその時の筋肉ついてましたよねホルモンやめてたけれども筋肉ついてましたよねそううんじゃあホルモンの力ではなく筋トレをすればいいという話ですかそうですで筋トレはあのデザインできるんですよどこの筋肉をどのくらいつけたいかっていうのはデザイン力なんですよどういう動きをしたらどこの筋肉が発達するかっていうのをちゃんと 意識して筋トレすするべきです自分はここの筋肉をつけたいからこういうスポ,スポーツっていうかトレーニングをしようこういう負荷をかけようちゃんとデザインしてやってほしいなるほどところで最近はあの筋トレをされてないようですけれどもの何か考えがあるんでしょうかははい、はい、実は えと10月の半ばにあのホルモン男性ホルモンをやめて半年後の定期検診があります、はいまあ、それに向けてほっといたらどうなるのかなっていうのをちょっと今試しているところですその筋トレも何もせずにこうずっと半年間たって落ち着くところに一回行ってみようとであの血液検査とかあるんですよ体重測定とか体脂肪率とか その数値をちょっと見てからどうするか身の振り方を決めようかなと思って筋トレをすればもう筋肉つくっていうのも分かってるんでなるほど、うん、決してサボってるわけではない、ね、サボってるわけではない計画性のもと、うん、ちょっと誤解されてましたもしかしてあのはいはいなんかあなた言ってましたよね「<laughs> あの夜もっと私を幸せにしてよ筋トレせい」っつって <laughs> いつか3つ言ってましたそんなこと言ってましたねしょっちゅう言ってますね い,いんですかそれで何からあともう2週間ぐらいですからもうちょっとあと2週間の辛抱ですよ今日のタイトル愛すする人を守れとということですけどホルモンを打って男らしく見せて格好つけてなんか俺男だぜって言ってる人よりもホルモンを打たないけれども 本当に筋肉が自分の力でつけた筋肉があって夜のロマンチックも奥さんとかパートナーを満足させてかつ本当に体力があるんで重たいものを持ったり畑仕事をしたり健康、まあ、体力があるってことは健康にもつながるんで健康で長生きして奥さんをケアしてあげる仕事もバリバリしてもう健康なんで頭もこう回転がくるくる回って。 新しい発想とか、うん、いろんなアイディアとかが出てくるわけじゃないですかあ今日はこれをやろうもう体の指令どおりに体がパッ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 と動くやらんといけんこともどんどん片付いていくそういう男性こそが本当の男性だと思いますよ敵ですねやっぱり筋肉のあるあの包まる包容力っていうのは女子にとっては大事ですから特にあなたは筋肉フェチですから背筋フェチはい あとはたくましい腕に抱かれたいっていうこの願望を叶えてほしいですね安心するらしいね女性はあの男の人のこの腕の中っていうのそうです包まれていたいたのですあれあの自分なりにどういうことかなって考えてるんですけどココイイルル現象だと思うんですよ男性が腕で輪を作った中に磁場が発生するんですよ 電気の流れがそうなんですかその中に女子がスポッとはまることで充電されるというかまさに充電だと思います、うん、落ち着くというか、はい、満足感満ち足りる、はい、そういうことだと思うんですねはい頑張りますよろしくお願いします今日は「ホルモンを打つより筋トレで愛する人を守れ」でした高木糸さん ありがとうございました。ありがとうございました。